ます。目がさ乾燥してる。コンタクトをつけたままさお風呂に入るとさ目乾燥しません？てかコンタクトが乾燥しません？わかりますか？ともやさんキュンキュンありがとうございます。ヒロインズ支払いしてきました。行動が早い。コーヒーさんお疲れありがとうございます。ルスさんキュンキュン。リスさんかわいいありがとうございます。枕投げ期待してます。やばい。ハンバーグさんキュンキュン。あやこさんキュンキュンありがとうございます。大剣豪さんキュンキュン。エマちゃんキュンキュン。メリダさんダルマンありがとうございます。ね、トラブルまで流れてた。ミッション機能追加されたことであえても投げ銭安くなりましたね。思いました。めっちゃなんか合ってんのかな。触覚一応まあまあ綺麗に触覚切れたと思います。どうですか？パツンじゃなくてなんかいい感じに切れたと思います。でもね、こっちが多いんだよね、なんか前髪が。たーくん、キュンキュン。ロガルさん、かわいい、ありがとうございます。ハインゴールさん、キュンキュン、ありがとうございます。ゆいパパさん、ペンライト。コロジーさん、キュンキュンキュン。メリダさん、ダルマリオンさん、ラブレターありがとうございます。ヒロさん、キノコ。メリダさん、ダルマママママありがとう。ダルマヘイブンさん、キュンキュンキュンありがとうございます。カイトさん、毒キノコ、毒キノコ。オーツさん、タコありがとうございます。フランクさん、ゴーゴーありがとうございます。映画の前売り会券買いました、ありがとうございます。嬉しい、嬉しみ。最近ショコちゃんハマってる、ありがとうございます。嬉しい。コンタクト外したらどれぐらい下がって見えますの？これぐらいだったら見えると思う。コンタクト外してもこの距離だったら見えないと思う。うん。夏子さんキュンキュン。大剣豪さんキュンキュンありがとうございます。まなみさんキャンドルありがとうございます。見やすいですか？ゆうちゃん、毒キノコ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 。明日の髪型決めてないです。何がいいですか？トレーサさん、あら、ありがとうございます。通知で起きた、起こしてしまいすいません。ありがとうございます、来てくれ。周年婚当たるといいな、願ってます。当たるんじゃないかな、キャパ的に。ヒロさんキュンキュン。キツノゴンさん花束。ヘイブンさん音符。まなみさんキノコ。トリトンさんキノコありがとうございます。ユサさん流れ星ありがとうございます。インスタの写真可愛すぎて100回スクショしましたが容量やばいんで99枚消しました。100回するスクショする意味ね。バナナさん毒キノコ、毒キノコ。ヘイブンさんアイスありがとうございます。ハンバーグさんキノコありがとうございます。そうだ、13日だったよね。今日の0時から24時か、今日の24時からコンサート映像が出ますね。ドキドキ。ね、星じゃなくなったんです。そうなんです、なんかキラキラになりましたね。え、あきららさんキュンキュンキュンありがとうございます。触覚切りました。はい、爆弾。あきららさんかわいい。ゴスクマありがとうございます。クラボーイさんキュンキュン。今朝さんキノコありがとうございます。明日のリハはしてないです。撮
つまりこさん、間違えた、え合ってるか、さつまりこさん、初見こんばんは、ありがとうございます。ストーリーの時はきかわいすぎた、あれはスタッフさんです。私以外みんな漢字だったのに、あの滝脇だけ滝が漢字じゃなかった。最近多い、多分その同じ方なんだけど、その滝がめんどくさいんだと思うみっちゃんキュンキュンキュン、ありがとうございます。我がボーイさん欲しい、ありがとうございます。お団子がいいんじゃない、ぬるま湯的な感じするし。でさ、パジャマでお団子するじゃないですか、なんかパジャマってお団子のイメージあるじゃないですか。でもさ、お団子で寝てる人って何人いるのって感じですけどね私もパジャマはお団子みたいなイメージあるんだけど、どっからそれが生まれたんですかね。ゆうみゅさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。うん、インスタのしてたお洋服好み嬉しい、ありがとうございますキアラはね、多分キアラって書いてあったと、あ、わかんない、サイト、え、どうだっただろう、見忘れたけど、落とし物の島も結構なんかこんな感じだったけど、感じだった一応ゆめさんキュンキュンキュン、 MT さん毒キノコ、毒キノコ、奥さんだるま、あやこさんキュンキュン、ルッピーさん流れ星、ありがとうございます。ミレネコさんキュンキュン、しんやさんキノコ、ありがとうございます。ホタルさんキャンドル、ありがとうございます。明日はついに感謝祭、ドキドキ。でも朝が早いから、感謝祭の前に、それから朝が早いんだけど、頑張って起きようね、頑張って起きようね。ホタルさんバラ、ありがとうございます。見やすい会場だった、え、初めてでしたっけ、初めてですか。なんか誰かが舞台やってたみたいなとこみたいな言ってなかったっけ、違うっけ。シンバさんキュンキュン、ありがとうございます。なんかの時に舞台だったみたいな感じじゃなかったっけ。みっちゃん欲しい、ありがとうございます。コミさんだるま、ありがとうございます。忘れたな、感謝祭楽しもうね、絶対楽しもうな。コミさん元気、ありがとうございます。ノイミーちゃんが舞台やってたとこか、そうなんだ。え、ノイミーちゃんが舞台やってたとこってことはさ、私たちもなんか舞台やってるとこですよね。え、違ったっけ、ジョイちゃんのところがコラブがやったところか。トラシさんキュンキュン、ウナさん初見こんばんは、ありがとうございます。ちょっと忘れちゃった。おかきさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。忘れちまった悲しみにって感じですね。トシンさん流れ星、おもろちさんキノコ、ありがとうございます。キュン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 、ヘイブンさんアイス、ありがとうございます、ね、ちょっともうどこがどこだかなんですけど、クロノさん星、だからボーイさんキュンキュン、 QT8 じいさんハート3つ、ありがとうございます。そっか、お見送りあるんだ。むず、前髪。ひろとさん流れ星、こうしんさんきのこ、わがらボーイさん、ありがとうございます。猫耳、今日ツイッターにあげました、猫耳に見えたから星投げないと寂しい、一回投げたらないよね
100までだし。お、サゾマリンスタジアム行く待ってます。トシンさん流れ星、モロチさん星、ヒヨトさん流れ星、ありがとうございます。パッツンストレートパッツンストレート、 MK さんキュンキュン、ありがとうございます。チョコニャン、ありがとう。舞台の時と同じだけど、その中で違うの？ほう。あら、ゾゾマリンの日間違ってハマスタもチケット取ってしまいました。あ、ちなみに私もその日横浜のチケット取ってました。はは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 。ニッシーさん、流れ星、ひろゆきさん、花束、バラもありがとうございます。対面で今日のインスタの服装してくれたらもう人生いいや。人生良くないので来ません、対面では。感謝祭の会場は映画館の横らへんらしいですよ。じゃあ映画館行きましょう。なんかあんのかな、失礼笑い声。そうなの、もともとオフだったので、頼むって思ってたら、まあ嬉しいですけどね。一括りにしたら野球のお仕事ですから。あかねさん、流れ星、ありがとうございます。まみさん、キュンキュン、リュータさん、ビギナー、流れ星、ありがとうございます。ひろとさん、拍手。まみさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。久しぶりにお邪魔しました。ありがとうございます。来てくれて。お疲れ様でした。コーシーさん、キュンキュン。ありがとうございます。そうだね、いつか。なんかガールズデーとかで、いつか呼ばれたら嬉しいですよね。来年とか。シナモン、サンリオもいたからね今回。のりさん、キュンキュン。コミさん、だるま、ありがとうございます。374、ありがとうございます。でもただでさえ人気だからね、ガルフェスは。発表される頃にはもう埋まってるんじゃないかな、誰かゲストが発表される頃に。コーヒーさん、かわいい。あきさん、ビギナー、明日行きます、待ってます、ありがとうございます。私のところずっと雨降っててびちょびちょでバイト帰ってきた。あら、お母さんどこに住んでるんですか、何県ですか。とし美さん、キュンキュンキュン、のりさん、キュンキュン、ありがとうございます。734、え、私374って言った、734、ありがとうございます。相変わらずです、はい、ありがとうございます。ヒロさん、ほんと、たしみさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。 T2 さん、バラ、ありがとうございます。734、のりさん、ふふ、のこさん、結婚して、ありがとうございます。新潟か、新潟行ってみたい。新潟はさ、新潟にさ、なんか滝脇っていうさ、町だっけ、なんかがあるんですよね。町だったか駅名だったか忘れたけど、そこ行ってみたいです。あとはあの、なんだっけ、タレカツ丼が美味しかったから食べたいです、また。普通に観光したいかも。
ひなさん、花束ありがとうございます。あ、佐渡島だから本土じゃないのか。え、佐渡島って船に乗っていかないといけないですよね。橋があるとかじゃないよねなんかさ、どこだっけな、小豆島だっけ、え、どこだっけ、橋があるとこ、なんか橋ありますよね。コジムーンさん初見、流れ星ありがとうございます。そばも美味しいんだ。沢田さんだるま、コーシンさんキュンキュン、ありがとうございます。行こうと思ってやめた。まあちょっと小豆島は勇気がいるよね。間違えた、佐渡島だ。学校があるのって言ってた。橋なんてないくらい遠い。そうなんだ、地図で見るとね近いんだけどねタカさん結婚して、ありがとうございます。淡路島か、淡路島か、違えた、淡路島だ。兵庫、兵庫、淡路島、四国ですか。そこつながってんですか。全部たくさん観光してほしい。ちなみにおすすめの観光スポットは本土で。犬さん、きのこ、ハラディさん、キュンキュン、ありがとうございます。佐渡島は船バンバン出てるからその気になればいける。そうなんだ、その気になるスケジュールを一旦お願いいたしますデュエールさん、キノコありがとうございます。キノコのこのこ元気の子、四国とはつながってないんですか。あ、つながってる、徳島とつながってるのか。徳島か、こうなってるのか。 MK さん、キノコありがとう。キラさん、キュンキュン、ありがとうございます。なんかどんどんさ、チェリーとかも得意だったのにさ、どんどん忘れてっちゃってやだね。私キノコ好きですよ。舞茸が好きですか。私も舞茸の天ぷらが好きです。でもエリンギのバター醤油焼きも好きだし、椎茸のチーズ焼きも好きだし、えのきとかしめじのその鍋系の食べ物も好きです。たかちゃんかわいい。まさらさん、キャンドルありがとうございます。山口の角島大橋、待って、山口の橋ってさ、サブリミナルの時にさ橋見た気がする。お兄ちゃんが行きたくていいなって言ってたとこだった気がする。違うっけ、それなんかわかんない、そこのことなのかわかんないけど、西の方。ケロルさん初見、マサラさん、キノコ、セナテンさん、キュンキュン、ありがとうございます。角島大橋なんだ。あ、 MV 出てる、やっぱりサブリミナル大橋、やばい、角島大橋って言うんだ。竹内さん、ビギナーこんばんは、なんか私基本的に家族になんかあんま言わないんだけど、あの今ここだよっていう Google マップのスクショ、現在地とスクショを家族 LINE に送ったらなんかいいなって言われた気がしたんだよね。行きたいとこらへんだって言われた気がする。竹内さん、ビーナー、キュンキュン、タカちゃん、キュンキュン、ありがとう。なんかそんな感じだった気がするか、橋の写真を送ったのか忘れちゃったけど、うのんハムさん、キュンキュン、ありがとうございます。たしみさん、ゴーゴー、コムコムさん、キノコリス、ありがとうございます。たけちさん、ビーナー、キュンキュン、ありがとうございます。バサラさん、キュンキュン、ババパパさん、キュンキュン、ありがとうございます。でも結構さ、サブリミナル聖地巡礼してくれてる方多いですよね。
ロトさんキュンキュンありがとうございます。海が綺麗で有名なんだ。サブリミナル、そうだね、3年も前ですね。3周年の時だからもう6周年なんで。えちゃんかわいい。アラディさん音符ありがとうございます。なんかさ、プライベートで行ってみたいよね。なんかさ、なんかどこだかわかんないでさ行ってるからさ、プライベートでちゃんと行ってみたい、観光してみたい。ランクさんキュンキュン、ヒロさんキュンキュン、ありがとうございます。結構山口って行くんですね。うん、海綺麗でした、本当に。バナナさん、キノコ、ヒデちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。海はめちゃめちゃ綺麗だった。海は広いな、大きいな。セブ島仕事でしか行ったことない。まあそれで言うと私もだよね。それで言うと松本市はめっちゃ好き。松本市って長野ですか？違う、長野しか知らないか。松本マラソンだった気がする、出たやつ。サンピーさん、毒キノコ、毒キノコ。大津さん、だるま、ありがとうございます。ひるちゃん、ゴーゴー。海さん、キュンキュン、ありがとうございます。長野か、難しいよね。なんかさ、同じさ、同じさ、何クーとかさ、シーとかあるじゃないですか、同じ名前の。だからさ、わかんないよね。お、次のお話会絶対行きます、ありがとうございます。明日受付始まるので、よかったら明日のお昼から明後日のお昼まで受付中、受付なので、よかったら申し込んでみてください。お願いします。ありがとうございます。あー、親の実家があるか、なんか、なるほど。東京と埼玉なんだよな。すぐ近く。ヒロさん、星ありがとうございます。そう、15枚目も明日からです。そうなんです。いろいろと URL をツイッターに貼り付けるかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。キュンキュンキュン、ありがとうございます。そう、15枚目も始まります。14枚目もまだあるので、よかったら。シャコはサイン、シャコのサインはイコラブに加入してから考えました。そうだね、全部完成したのはなんかラブとかハートとかはイコラブに入ってから、イコラブイコールラブだからラブとかハートとかを入れてますけど、なんかそれまでの SHOKO 口まではなんか作ってたっていうか、昔なんかふざけて書いてましたね。 O と O が目なんですよ。で、口で、今は口の上にラブって書いて、この S がイコールになってて、ここにハートって書いてイコールラブみたいな感じですね。明日早いので失礼します。頑張っておきましょう。そう、14枚目のお話し会、15枚目のお話し会、15枚目のサイン会がありますね。ゆうかさん、初見こんばんは。大津さん、だるま、ありがとうございます。しょこちゃんの絶対当たるので、よかったら申し込んでみてください。ヒレンダさん、きのこ、ひでちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。
15枚目のお話し会からジョイちゃんがいないんだ。ほへー、早いね。ゆうかさん初見ありがとうございます。来週会えるの楽しみにしてます。私も楽しみにしてます。ありがとうございます。チョコのサイン力強いですか。なんか昔は一個一個 SHO って書いてたんだけど、なんか筆記体っぽくなってる最近。筆記体ではないんだけど、ちゃんとした筆記体ではないんだけど、 HO と KO がつながってる感じがなんか最近はサインっぽくて好きです。フラディさん流れ星、ヘイブンさん花束、ひでちゃん星、コムコムさん星、ありがとうございます。サイン会も待ってます。ありがとうございます。たくさんお名前呼ばせてください。嬉しい、みんな申し込むよって言ってくれて。は、次は名前登録忘れずに。そうですね、15枚目はそうですね、後からまた考えようかなと思います。12月17日はそう BPM の MV 公開日なので、うーん、 MV に関係する何かをするかどうかは分かりませんが、公開されてから2年、おめでとうって言ってもらえたら嬉しいなっていう日です。竹内さん初見、あら、ありがとうございます。なんで初見なんですか。でちゃん、ゴーゴー、ありがとうございます。X の写真、誰が撮った、マネージャーさんかな。昔別の握手会行って以来、以外行ってない。お待ちしてます。明日受付あるので。そうなの、いろいろあるけど一ツイートにまとめたいなって思ってます。コミさん初見こんばんは、ありがとうございます。ゆみさん、だるま、上主義さん初見こんばんは、ありがとうございます。オンライン、オンラインです。逆に今んとこはオンラインしかないですね、受付が。そのうち15枚目の対面も発表されるじゃないかなって思うけど、前回1日で今回2日間だったから次3日間とかなのかなとか思ったりしてる勝手に。七尾さん、毒キノコ、毒キノコ、ひでちゃんキュンキュン、ありがとうございます。勝手に思ってるだけだから分かんないですけど、かなさんタコ、ありがとうございます。でもぜひオンラインも遊びに来てもらえたら嬉しいです。そうだね、確かに対面関東だけじゃなくていろんなとこ、何日間かあるんだったらいろんなとこ行きたいですね。確かに。嘘田誠さん、元気ありがとうございます。れちゃん、元気ありがとうございます。前もさ、全国握手会とかもさ、透明版でやってたり個別握手会とかもいろんなとこでやってたから、ベイスターズ結構いらっしゃるので、よかったらベイスターズトークしに来てください。北海道ではね、握手会私したことなくて、ぜひ。でも今度札幌コレクションに行きます。札幌11月かな、4北海道行きますので。握手会はね、いつ復活するかわからないですけど、そうだね、まあ対面が復活したばっかりだからね。
リリースイベント、北海道には行ったことないですね。他のメンバーとかは行ったことあるメンバーはいると思うんですけど、そのメンバーには選ばれてないですね私。なんか関西が多かった気がします。大阪によく行ってた気がします。でもなんか関西に今回のスペイブも関西が一番黄色とオレンジのペンライト多かったと思います。なんか衣装展っていうか衣装の展示がある時もなんか大体みんな地元、自分の出身地とかなんだけど、神奈川県2人いたりしたから、私は大阪とかが結構ありました。大阪とかどこだ、京都とかなってましたね。神奈川とね、東京だけ2人なんだよね。たーくん、きのこ、アンチさん、キュンキュン、チェリベさん、初見タコ、ありがとうございます。家にコウモリ出ました。どこに住んでるんですか。コウモリなんて全然見たことない。何回か見たことあ、何回か見たことあるけど、そんな間近で見たことないです。タイガーマスクさん、キュンキュン、ありがとうございます。コウモリ家に出るんですか。え、コウモリ家に出るんですか。なんかこう見るとかだったらわかるけどさ、あ、コウモリだって見るのわかるけどさ、家にコウモリは結構やばくない。結構いるんだ。ひささん、キュンキュン、ありがとうございます。なんかあーとかだったら見たことあったりするかもだけど、その家には出たことないな。そうなんだね、結構いるんですね。ぶら下がってるとこ見たことないかも。すごい、飛んでるのしか見たことない。多分へえ、確かに私は都会1個かもしれないですね。家には出ないですね。結構しんどいかも、コウモリ出たら。気が利きなら変わった動物の一つや二つもです。いやでも虫は結構います。家の中には出ないけど、玄関前とか。玄関前とかは結構やばい、やばいぐらいいるけど出ますし、まあ、ヤモリなんだろうね、多分家に出るからヤモリなんかな、わかんない、なんかわかんないけど、違いがわかんないけど、なんかヤモリとかイモリとかが出ることもあるし、クワガタとかカブトムシも出るし、セミも全然もう廊下ダッシュみたいな、廊下をもうセミがいるからって通り過ぎて家に着く時もあるし、カナブンとかも結構いる。無理だよね、普通に無理だよね。しかもセミってさ、壁にこうやって激突するからさ、もう最悪だよね。虫は結構います。とか、なんか夏は本当に嫌だよね。多いかな。たまにカブトムシとクワガタがいる。
あ、猫はいますよね。猫は結構いますよね、野生の猫。なんで野生の犬っていないんだろうっていつも思う。あのセブ島に行ったらいたんだけど、野生の犬が。あ、野生なんだってなったんだけど。あ、クモもね、見るね。あ、洗濯物セミついてたことあります。最悪だった。イコタイムのさ、打ち合わせの5分前とかにさ見つけてさ、どうしようってなって、しかも取り込んだ後のやつで触れなくて、もうどうしようってなってた。キツネってワンワン鳴くんですか、コンコンじゃないんですか。キツネの鳴き声知らない。ワンワンなんだ。おさつさん、ビギナーこんばんは。ユージンさん、キュンキュン、ありがとうございます。サラディさん、流れ星、ありがとうございます。キジ、キジ、野生のキジすごいな。キジなのかどうかも判断できないかも、野生でいたら。タヌキさんやキツネさんがよく惹かれてます。まあ、惹かれてるでいうとカエルが惹かれてるかな、雨の時期。七色さん、キュンキュン、ありがとうございます。サラディさん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、鹿は見たことある。鹿はね、見たことあるんですよ。え、どこ行った時でしたっけ。北海道行った時でしたっけ。車乗りながら、あ、鹿だってなったし、鹿はね、何回か見たことあります、野生の鹿は。ナイロさん、キュンキュン、ありがとうございます。コミさん、かわいい、ありがとうございます。キジもいるんだ。コウシンさん、キノコ、ありがとうございます。ナックさん、キュンキュン、ありがとうございます。クマ、クマやばい。P21 さん、キノコ、ありがとうございます。あ、カモはね、見たことあるよ。どこで見たんだっけ、京都で見たんだっけな。カモ泳いでる。え、わかる。野良猫ってさ、地域で飼ってる感じになりますよね。わかる。誰かが餌あげてるから、もう毎回そこにいるんだよね。赤岳は、カモシカを見ました。クマ怖いな。広島行った、リス行った。あー、リスは大山っていう横浜最高峰かなの山を登った時にリス見かけました。でも写真には収めれなかった、早すぎて。うん、私んとこクマとイノシシ怖いね。クマとイノシシなんてもう負けじゃんね。帰り怖い、気をつけてくださいね。ちいちゃん、初見、ありがとうございます。猫は通り過ぎるときめっちゃ見つめてくるから愛おしすぎな。餌欲しがってますよ、それ絶対。私猫ちっちゃいとき怖かったから、ふんってやってた、わざと下に逃げたから。通りますって言って、ひでちゃん、キュンキュンキュン、ありがとう。ヘビさ、ヘビどっかで見たよ最近。ヘビ、ヘビ、ヘビ、ヘビはどこで見たんだっけ。
わあ、どこで見たんだっけ、忘れちゃったな。ヘビいたんだよな、忘れちゃった、どこで見たか。猿出てた、猿、野生の猿見たことないな。コムコムさん、星ひでちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。タヌキはます北海道の動物園でタヌキも、でちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。でちゃん、音符、ありがとうございます。ヘビ、おばあちゃん家ならいた、すごい。それを飼ってるんですかねすごいね、みんななんか動物いっぱいだね。うん、タヌキはなんか出るよって言われたこと、言われたのは見た気がするんだけど、あ、聞いた気がするんだけど、見たことはないかも。ここ出るよって、見たことあるよって。カワウソ飼いたいんだけど、手続きしなきゃ。カワウソ飼い、カワウソ、そうなんだ。でもあれですよね、なんだっけ、メイニャが飼ってる動物なんだっけ、フェレット、フェレットに似てますよね、似てません。ペロハイさん、キュンキュン、コウシンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ペレットだったら飼えるんじゃないですか。カワウソがいいんですか。ペレットだったらね。ゾノさん、流れ星、ありがとうございます。フェレットだったら普通に帰るんじゃない。メニューが買ってるから分かんないけど。ロハリさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。私さ、動物にさ名前つけたことないんだよね。植物にしか名前つけたことない。しかも雑な名前めっちゃ考えてさ、亀の、亀たんはお兄ちゃん、私がもう生まれた時、生まれた年に飼い始めた亀だから、あのお兄ちゃんが考えた亀たんなんですね。ゾノさん、キャンドル、ありがとうございます。植物はひまわりだったらひまわり子、バンブーだったらバンブー子みたいな、アキラだったらアキラみたいな、本当に適当な名前しか考えたことなくて、だから動物に名前ちゃんと考えて、その子のことを思ってつけてみたい。なんか色が何色だからとか、そういう感じでつけてみたい。あ、金魚の名前つけたら誰が誰だか分かんなくなった、やばい。パキラはアキラです。でもアキラはなんかパキラ育て始めたんだよねって言ったら、え、アキラ？って聞かれたのがきっかけで、じゃあアキラにしようってな。
動物飼ったらコンソメって名前つけたい。なんでですか？じゃあコンソメカラーの動物飼ったらいいですよ。かゆっ任命卒じゃない。そんななんかあんまりなんか動物ってこうアキラーって名前呼んだりするじゃないですか。植物ってあんまりなんかこうアキラーって呼んだりし呼んでもなんか反応しないから。カイトさん欲しい、ありがとうございます。だからね結構難しいですね。ユミさん流れ星、たしみさんキュンキュン、ありがとうございます。チェリベさん初見、ありがとうございます。しそはしそ、だってさ、だってさ、私のことをさ、ショコちゃんとかショコとかさ呼ぶ人もいるけどさ、ショーコって呼ぶ人もいるじゃないですか。それみたいなもんですよ。シソは呼び捨てなんです。シソ。そんな感じ。そんな感じです。私タキワキって呼ばれるのはあんまり好きじゃないから。タキワキちゃんならまだいいんだけど、タキワキとかあんま好きじゃないから、あのよかったらショコとかショコちゃんって呼んでください。ヤスさんかわいい、ありがとうございます。金麦さんキュンキュン、ありがとうございます。了解です。最近アキラ元気、それは最近流行ってる TikTok の真似ですか？ありますよね。え、彼氏、え、彼氏いるの？違う、え、彼氏いるの？え、彼氏いないけど、お母さん元気？ってやつなんだっけ。コーヒーさんかわいい、リスさんキュンキュン、ありがとう。なんてやつなんだろう。 A さんがまず「え、彼氏元気？」って聞いて「え、彼氏いないけど」って言って「知ってる」「え、お母さん元気？」みたいなやつ。黒じいさん欲しい、ひでちゃんキノコ、ありがとうございます。なんで調べたら出てくるんですかね、わかんない。ひき肉ですじゃない。え、多分その A さんは彼氏いないこと知ってて、え、彼氏元気って言って、こっちはなんか、え、いないけどみたいな、別れたのかな、わかんないけど、いないけどってなって、こっちの人が仕返しで、お母さん、多分 A 子さんはお母さんいないのか亡くなっちゃったのか分かんないんですけど、に向かってお母さん元気って仕返しするんですよ。なんでみんな知らないの。お母さん元気、あ、お母さん元気ってやったら出てくる。思い出させてあげようかと思って、お母さん元気で調べてください。だからそれかなって思って、あきら元気って。ひき肉です。よかったら調べてみてください。それがなんか最近よく流れてきて流行りなんだと思って。怖いよなって感じ。今見た？言ってること分かりました？流
流行ってないんですか。私がでも全然有名なインフルエンサーの方とかもやってるから流行ってはいるんだと思う。 TikTok です。ショコちゃんがやってたからポップだったけど、ポップでした。ほら、そう、なんかうわ女子だって感じのやつ。みんなうまいよね演技って思った。平和な記憶で止めておこう。そうだね、そうしといてください。ヘギリクです見ましょう。そういう時はヘギリクです女子校感じたね。女子校行ったことないけど、なんかうわ女子だわって感じだよね。あんな女子には出会ったことないけど、なんか漫画とかドラマとかでありそうな女子って感じ。ヘギリクです。イコラブで一番似てるひき肉、ありがとうございます。ゆうちゃんゴーゴー、ありがとうございます。ありがとうございます。ひき肉見ましょう、いっぱい。その声目覚ましボイスにしていい？いや、ご勝手にどうぞ。ご勝手にご自由に、もう起きれるならそれにしてください。ばっちゃんキャンドルありがとうございます。ひき肉です。ひき肉です。これも流行ってるよね。ひき肉は多分知っといた方がいいかもしれない。YouTube がっていうよりかはもう TikTok でひき肉って調べたらいっぱい出てくると思います。ひき肉です。ひき肉肉肉ひき肉です。ボンジュール、イソギンチャクです。右足、ナマズ。そんな面白い、面白いかどうか言われたら分かりませんけど、その YouTuber さん見たことないので、まあ流行りですね。中学生なのにめちゃくちゃ編集がめちゃくちゃ面白いらしいです。でも最初に流行ったのは名前が独特っていうので流行りましたね。チャリベさんタコありがとうございます。その最初話題になったのは名前が独特っていうのでバズってたんだけど、よく中を見てみると編集とかもめっちゃみんな面白い、なんかまだ小さいのに面白いみたいなのが人気の秘訣みたいな感じみたいですね。私はちょっと見たことないんですけど、何自己紹介しか見たことないんですけど。140超えてんのすごいね。この前100万、てか1000万超えて喜んでて、その1ヶ月後ぐらいにはもう100万超えてたらしくて、すごいよね。シアさん初見ありがとうございます。ちょんまげ小僧さんすごいよね。あ、1000人の1ヶ月後にもう100万超えで、
今140万らしいです。すごいね。ジャバーンって感じ。すごいよね、1ヶ月でって。なんかやっぱさ、人目に触れるって大事だね本当にすごいよね。やばい、明日の準備しなきゃ。モリー、モリー、明日の準備しなきゃ。半には終わる、半には終わります。変な時間で終わってすいません。半には終わります。SNS の時代って感じする。いや本当にそうですよ。和樹さんキュンキュンありがとうございます。本当にそうだよね、時代は TikTok って感じ。レちゃんファイト、ありがとうございます。早起きファイト、ありがとうございます。頑張ります。せーの、頑張ります。もう今日はもう勝ち組だから、明日の準備してコンタクト外して寝るだけ。 Say go。 Say go。 コミさんキュンキュンありがとうございます。みんなも明日早い方は頑張りましょうね。頑張ってください明日早い人でした。思い出しました。ありがとうございます。私も後で電車調べますしゅうさくさん、キュンキュン、やすさん、ラブレター、ありがとうございます。一回でいいから寝坊してほしい。やめてください。寝坊しても遅刻しなきゃいいって思ってる人間です。ゆめさん、うんぷー、かずきさん、うんぷー、ありがとうございます。ザエイトもっと早くなくて得した気分です。わあいいな、今日の私じゃん。スケジュールには9時って書いてあったのに、始まるの11時だったみたいないざ送られてきたら、え、11時かーいみたいな。しかもなんか15時までって書いてあったのに、違う、16時までって書いてあったから、美容院を17時から予約してたんですけど、まさかの15時までになってて、暇やないかーいってなって美容院の時間ずらせました。ラッキーって感じでしたね。初めてショールーム見ました。ありがとうございます。さちゃん、ビギナー、こんばんは。ありがとうございます。あと15分ぐらいで終わっちゃうんですけど、よかったら見てってください。かずきさん、音符。ふうこさん、キュンキュン。ありがとうございます。明日パジャマだから起きて1秒で家出るので。パジャマパーティーの前にあるんですね。最近は本当に何現場みたいなのが多かったりしますね。ありがたいこと。目覚まし起きる数分前に起きるとなんか勝った気分になる。勝った気分になる時もあれば、うわなんだあと何分寝れたじゃんっていう時もあります。なんで起きちゃったんだよっていう時もあります。髪切れありがとうございます。今日病院に行ったので、で今日も勝ち組なので、あーもうありがとうございますってぐらいサラサラです。いい匂い、やっぱメリットはいい匂いだ。やっぱりメリットだって思います。いい匂い。ふこさんキュンキュン、桃代さんキュンキュン、ありがとうございます。メリットはね、なんか人によるからね、本当にいい匂い。
シャンプーなくなったからメリットにします。でメリットは本当に人によるから、なんかまずちっちゃいのからやった方がいいと思う。自分が合うか合わないか、結構ガシガシになっちゃう人もいるっぽくて。サラサラ。何時まで？半までやります。28分だったランキングを見ます。準備して0時までには寝ます。寝るっていうかお布団に入ります。目かゆい。更新さん、キノコ元気の子。30分で寝る支度できますよ。明日の用意して、どうにかこうにか。メリットいい匂いです。私は好きな匂いです。お布団で動画見ます。はい、お布団で動画見たり、電車調べたりします。あとなんかいろいろ来てたので後で見ます。後で見ます。寝る前ってなんで携帯？寝る前、本当は携帯見ちゃいけないんですよね。でも無理です。私はもう携帯依存症なので無理です。そんなの携帯もうほぼずっと見てる。じゃあ携帯の時間をチェックしたいと思います。スクリーンタイム、今日火曜日。あ、でも1日の平均9時間らしいですよ。日、あ、今日は10時間見てるっぽい。は今日10時間、昨日も10時間、一昨日が7時間ですって。日曜って何してた？10日？スペイベか。寝てたんだろうね。移動中。ゆうちゃんキュンキュン、ひでちゃんだるま、ありがとうございます。今日は TikTok が1時間58分、LINE が1時間32分、X が1時間18分、ショールームが1時間16分、メモが1時間6分、時計が32分なんだけど、32分間ずっと何度寝もしてるってことだよね、これ。メモはアンケートやったり立ち位置を書いたりメモしてる。レッスン中とかメモ38回立ち上げてもね。 LINE は25回、立ち上げ回数はすごいね。 YouTube ミュージックは16回、 Google カレンダーは13回。何回スケジュール確認すんねんって感じだね。通知は61件今日来てた。時計は14回通知来てるみたいです。14回で起きれなかったんですかね。アラームは多分止めてまた寝て、開いたまままた寝て、止めて開いたまままた寝てみたいな感じの繰り返しだと思います。30分間何度寝もしてると思う。ガチャキャンドル、ありがとうございます。14回鳴らしてるんだね。14度寝です。はい、よしよしさん、キノコありがとうございます。大地くん、初見こんばんは、ありがとうございます。14度寝してることがバレちゃいましたね。ちなみに昨日は19回寝てるっぽいです。あはははは
まさかの、まさかのですね。これぐらい何度でもするんです私。ハラディさんキュンキュン、ありがとうございます。一昨日は10回です。10回で名古屋まで行きました。やっと。その前12回、その前16回、その前10回、その前21回。すごい、9月5日5回ですよ。何やってたんだろう。あ、9月5日別に早く起きなくていい日でした。基本10回以上は寝てますね。はい、って感じです。何度でもしてます。レベチでしょ。それぐらい朝起きるのが苦手なんです。このこれで朝起きるの朝得意なんだねって言われた気持ちね。頑張って起きてるんですって感じです。チャリベさんキノコありがとうございます。特技何度でもすること。仕事の合間頑張ってください。この後も、遅刻しない、遅刻しないです。昔からこんな感じだからパパは怒る。うるせえって怒られる。そうだよね。30分間5分おきとかになってんだもん。たまに2分おきとかになる。あのスヌーズとかぶったりして。塩作さんキュンキュン、レイヌさんビーナこんばんは、たくさんキュンキュンありがとうございます。それは怒る。クノルちゃん、ガスロリ、ゆうちゃん、だるま、ありがとうございます。これぐらい起きれないんです。私が何度でもしましたって言った時はあの10回以上だと思ってください。本人より周りが起きる。あ、そうですね。だいたいリサとホテルが一緒になることが多いんですけど、リサが先に起きて私のことを起こしてくれてやっと止まるみたいな感じですかね。でリサはまた寝るみたいな感じですかね。たくさんハート3つありがとうございます。キャラもショールームやってんだ。虹色さんキュンキュンありがとうございます。ただいまお帰り村さん。そう、リサが一回私のアラームで起きて、私が起き上がって、リサがまた寝て、リサが起きたい時間に私が起こしますっていうやつ。迷惑野郎です。寝起き悪いから何度でもしてるんです、残念ながら。そう、寝起きは弱い、寝起きは悪い。ただ遅刻はしないようにいっぱいアラームはかけてますっていう感じ、っていう感じです。聞こえないんだよねアラーム。そんな感じになっております。以上、私の携帯事情でした。スマホのアラームと、あとなんていうの、目覚まし時計もあります。目覚まし時計止めて携帯鳴ってってなってまた寝ます。ヤスさんキュンキュンありがとうございます。クロさんアラームとして使うことはないです。たまにお昼寝しちゃった時とかに、オフの日とかに
12時とかに起き出して、あ、やばい12時だってなる時はある。七尾さん、きのこありがとうございます。そんな感じです。ひささんキュンキュンありがとうございます。ありがとうございます。曲では起きません。アラームは曲にしてないです。曲じゃ絶対に起きれないから。あ、28分ありがとうございます。明日の準備するので終わりたいと思います。ランキングタイム。13位から頑張って読みますね。明日頑張って起きるから。13位中爺さん、12位わがらボーイさん、11位あおちゃん、10位たしみさん、9位コーヒーさん、8位ヘイブンさん、7位ひでちゃん、6位くのるちゃん、5位コムコムさん、4位おもろっちょさん、3位バナナさん、2位チェリペさん、チェリペだった、チェリペさん、1位クロノさんです。ありがとうございます。2列目、カイトさん、コーシンさん、コミさん、ヤスさん、タカちゃん、ハラディさん、ユーミュさん、おうちさん、たーくん、おかきさん、リレンダさん、けささん、まみちゃん、サンピンさん、NT09 さん、リオンさん、たかさん、ひろゆきさん、ときわさん、メリダさんです。ありがとうございます。サンピンさん読んない、サンピンさんありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございました。今日は2回も配信見てくれて皆さんありがとうございました。明日はついに感謝祭イコラブの番です。パジャマパーティーよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。みんな SNS もチェックしてください。ということでまた明日お会いしましょう。初見の皆さんもありがとうございました。明日早起きの皆さん一緒に頑張りましょう。お休みの方は少ないかな。お休みの皆さんもゆっくり休んでください。お仕事の皆さん、学校の皆さん頑張りましょうね。おやすみなさい。感謝ありがとうございました。バイバーイ。また明日感謝祭でお会いしましょう。パジャマパーティーでお会いしましょう。バイバーイ。